久しぶりのマック、話題の新タツタ。今後はですね、個人的にプロジェクトヘイルメアリーと呼ぶことにします。あれね、あれか、あれだよなってのは分かると思います。近所のマンション工事の建設の音が今日はやたらと大きいです。近所のマンション工事の建設の音が今日はやたらと大きいです。今窓を開けているんですが、窓を閉めると今度は、コンピューターの排熱とかで部屋の中が暑くなっちゃうし、難しいですね。そろそろエアコンをつける、そんな時期になってきたのかもしれない。いやー、賑やかですね。ヘッドホンとか耳栓とかそういったもので、こういった工事の音を聞こえなくしちゃえばいいんじゃないかっていうのも考えられなくはないです。しかしですね、今日はAmazonから荷物が届く日で、ドアベルが聞こえなくなっちゃうんですよね。なんかこううまくいかないですね。やっぱここのループのステーション、すごい数置いてあるな。それだけループの利用者がいるっていうことでしょうね。今日のなるきよ。夜もお知らせ、違うか。お知らせで夜もお弁当やってるそうです。で、しばらく休みになる？とか、ゴールデンウィークか。ゴールデンウィークは休みになるって感じですね、なるきよ。セラガン無料体験5分間。ちょっと気になってるんでやってもらおうかな、今度。青学前の欅の木、葉っぱが出てきてますね。確か植えた直後は葉っぱがなかったんですが、葉っぱが生え始めてます。久しぶりにマックでランチです。買った買った。ランチ時間が終わって、近所のマンション工事の午後の作業が始まって、また賑やかになってきました。ということで、自分もちょっと遅くなっちゃったんですが、ランチです。久しぶりのマック、話題の新タツタとポテトの S、 M にすればよかったかなとちょっと後悔してます。それとアイスコーヒー。じゃあ新タツタ、おお、美味しそうですね。それではいただきます。新タツタ、美味しかった。ちょっと、タルタルソースが濃厚っていうか大量すぎて、口の周りが大変なことになったりとか、テーブルに垂れちゃったりとかしちゃったけど、めちゃめちゃ美味しかったです。そしてポテトはやっぱり M の方が良かったですね。ということで、ごちそうさまです。今日のおやつ、セブンイレブンで買ってきた黒糖クレープ、黒糖クリーム&ホイップ、黒糖ソース入り、まあつまり黒糖推しってことですね。これは沖縄フェアのやつです。それではいただきます。黒糖っていうことなので、おそらくまろやかな甘さなんだと思います。確かに黒糖と風味と甘さがたっぷりと味わえるクレープですね。これ美味しいですね。もちろんコーヒーにも超合いますが、これ牛乳を入れてるんですが、ブラックの方が良かったかも。セブンイレブンの黒糖クレープ、黒糖クリーム&ホイップ、黒糖ソース入り、まあつまり黒糖推し、めちゃめちゃ美味しかったです。ごちそうさまです。リンゴ工房ちゃん復活作戦の中間報告です。ですね、こっちが元々のリンゴ工房ちゃんで、こっちが元のリンゴ工房ちゃんの上積みを少し移してリンゴジュースを足したリンゴ工房ちゃん。動画でわかるかな。元々の方が若干色が濃くて、分けた方が若干クリアめなんですよね。そしてそこに溜まってる檻を見ると、元々の方はこんな色です。分けた方がこんな色、分けた方の檻は、なんか見た目的に白っぽいというか、ピュアな檻と言えばいいんでしょうかね。そんな色をしています。なんかいい感じにリンゴ工房ちゃんが復活できているような気がします。でちなみにこのリンゴ工房ちゃん復活作戦、今後はですね、個人的にプロジェクトヘイルメアリーと呼ぶことにします。アンディウェアのプロジェクトヘイルメアリーを読んだ方、もしくは下巻の半分ぐらいかな、そこまで読み進められている方であれば、この作戦を見ればあれね、あれか、あれだよなってのは分かると思います。まあまさにそんな感じですね。ちょっと違うけど。